ハンナ・バンビューレン1783年3月8日から1819年2月5日はアメリカ合衆国の第8代大統領マーティン・バンビューレンの妻である。彼女はマーティン・バンビューレンが大統領に就任する前の1819年に亡くなった。彼は再婚することはなく在任中に独身だった数少ない大統領の一人だった。バンビューレンの任期中は ギリの娘アンジェリカがホワイトハウスのホステスとアメリカ合衆国のファーストレディを務めた。1807年2月21日、ニューヨーク州キャッツキルにある花嫁の妹の家で24歳のマーティンと23歳のハンナが結婚した。ゼイハドビーンチャイルドフットスィートハーツワンファースト、カズンズ・ワンスリムーブド、スルー・ヒズ・マザー、ハンナは1883年に オランダ系アメリカ人のヨハネス・ダークセン・ホースとマリア、クイッケンブッシュの下に生まれた。地元のキンダーフックの学校でマスター・ビラ・ウラングに教わった。マーティンと同じように、彼女はオランダ系アメリカ人の家庭で育ち、明確なオランダ語なまりが決してなくならなかった。夫婦の子女は以下の通り。12年間の結婚生活の後、彼女は結核にかかり、 1819年2月5日に35歳で亡くなった。ありがとうございます。